ヤブカラスティックだったからね。ね、行ったらさ、あの全然知らなかったんだけど、はい、あのやってて、で、あ、すいませんちょっとルーですけどって言ったら、はい、パッとこっち向いたのが、うん、あの監督だったんだよすごい、どうしたんですかルーさんって言ったらだから、いや、あのちょっとあのマネージャーが携帯忘れちゃったんで、私一人でとりあえず今取りに行ってるんですから、あ、そうですかって言って、そしたら今度は、まあ、AD の人みたいなのが、あ、ルーさんこっちですって言って、なるほど、だから監督は僕があの遅れてったら、うん、携帯忘れたんですって言われたから、そうか、なるほど、最初にね、俺は何気なくね、はい、スタッフっていうか、はい、顔も見なかったのよ、はい、で、あのすいませんルーですけどって言ったら、うん、パッと見たのが監督だった、浜崎慎二監督、うん、そうそう、すごいんですよ、なかなか、ね、鳥取ご出身でね、うん、もう au 三太郎のコマーシャル、うん、あれもね、あの100本以上撮ってます、うんうんうん、であとはあの家庭教師のトライとか、あとね、あのアニメのやつですね、トライ、あ、トライのね、ちょっとシュールなアニメ、うん、そうそうそう、あとあのトン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 日野のミトンってあの日野自動車の、あ、これも作ってらっしゃる、うん、まあ、他にもたくさん作ってらっしゃるんですけど、うん、映画もね撮ってらっしゃる、うん、あの有名な浜崎監督がなんとこの YouTube を見てるっていう、そう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 最初にね、これはすごいよね、あのコマーシャル撮る前に衣装合わせっていうのがね、そうそう、あったんですよ、で、あのまあ大黒天のね、特殊な衣装だから、うん、使ったことナッシング衣装合わせっていうのをやるんですよ、そうそう、 だけど非常にその時に俺本当驚いたよ、はい、割とこのねルー大柴チャンネルね、うん、シュールじゃない、うん、そんなに目に有名じゃないですから、うん、有名じゃないからしたらそんな時に時々見てますっていう ね、はい、ね、しかも監督がだよ、うん、これはサプライズだったね、しかもファニーだって言っていただきましたからね、そうそうそう、うん、だからね、あのなんかこうガチガチに喋ってないのがいいんじゃないの、いあの、うん、ね、うん、決めてなんかやってるわけじゃないから、そう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 、決められたらもうまずフリートークですから、そうそうね、うん、もうあの本当に一種格闘技戦みたいなのでね、そうそう、だけど面白い面白いっつってな、ねえ、ありがたいですよ、うん、ああいう天才の方に見ていただくと、ね、そうそうそう、ありがたいですね、まさきか、うん、浜崎監督見てますか、多分見てるだろう映画撮るときは呼んでくださいね、監督よろしくお願いします、はいはい、ということでございましてね、まああの今回 の、ね、あの裏側 の、うん、あの私動画いくつか撮ってますから、はい、それをあのいろいろ散りばめて、そう、お送りしたいと思います、はい、お願いします、ということで See you!